ここまで来ればラインハルト兵もほとんどいないかな。戦場の外れとはいえ、ラインハルト帝国の残党が残ってるかもしれないし、油断せず行かないとね。よし。豪華球。帝国兵が奴隷にしてるゴブリンね。炎よ、邪魔するなら容赦しないよ。豪華球。炎よ、豪華球。やったー。よっと、炎よ、やっ豪華球。やったー、やっ炎よ、ゴー、やったー豪華球。やったー炎よ、ゴー、たー、やったー、ゴー、やったー、やっ豪華球。ゴー、たー、やっ帝国兵ね。炎よ、豪華球。炎よ、豪華球。フォーターフォーヤッターフォー炎よ、ターヤッフォーターフォーヤッター豪華球、タン！さっぱりわからないわね。ないわね。まあいいわ。意味のわからない罠をかける理由もないだろうし、帝国の将軍を手土産にできるチャンスね。ぶっ倒しちゃいましょう。これが魔法というものよ。やっほっはー豪華球。炎よ、豪華球。あれがフレンか。驚きました。ドワイト将軍があのような少女に負けるなんて。血は争えないということだな。あれはルナ・フレアの娘だ。なんと、そうでしたか。それでしたらあの強さも納得です。ガライ様、ルナ・フレアの娘は油断できません。この場であの娘、始末してはいかがでしょうか。いや、今はまだいい。手を出すな。そうですか。ガライ様、何かお考えがあるのですね。何、お前たちは気にしなくていい。確認は済んだ。城に帰るぞ。承知しました。長く争う二つの国があった。
一つは北部にあるラインハルト帝国、ラインハルト家の秩序が管理する独裁国家、もう一つは南部にあるリーデンハルト共和国、ラインハルト帝国の圧政から亡命した人々によって建国された国家。帝国筆頭魔術師のルナフレアをはじめ、数で上回るだけでなく優れた武将を抱えたラインハルト帝国に負ける要素はなく、二カ国の争いはすぐに終わると思われていた。だが突如ルナフレアが亡くなったという噂が双方の国に広まった。実力だけでなく人望も厚かったルナフレアの死と元よりあった圧政も重なり、多くの人々がリーデンハルト共和国へ亡命することになった。こうして二カ国の争いはさらに5年続くことになった。しかし多くの血が流れた戦もリーデンハルト共和国の敗北という終わりが近づいていた。当初は数で上回っていたリーデンハルト共和国も指導者の少ない右往の州でしかなかったのだった。終わりを迎える人々に希望はあるのだろうか。終わりを迎える人々は何をなすことができるのだろうか。これはリーデンハルト共和国が滅びるまでの物語。たった今フレン帰還しました。あら、お帰りなさいフレン。大層母さんのことは気にしなくていいわ。亡くなった人間が怒ることなんてないんだから。悲しいことを言うね。あなたがどう思っているかはわからないけど、ルナフレアにお世話になった私としては大事なことなのよ。そう、でももう5年も前のことよ。過去のことにとらわれすぎなくてもいいでしょ。締めっぽくなるからこの話はやめよっか。それよりもさ、施設の内装を変えたのね。ええ、ラインハルト帝国との戦争でどうしても予算が足りなくてね、いくつか資産を売り払ったの。私たち工作部隊は直接戦争に介入することも少ないから、予算をどうしても削られがちなのよね。必要な箇所も多いと思うから、簡単に施設で変わったところを説明しとこうか。ええ、説明をお願いしてもよいかしら。これは記録の媒体と呼ばれているものね。何かあったらここに記録しとくといいかもね。書物によると時空魔法の使い手によって編み出されたものらしいけど、詳しい用途は私にはわからないわ。本当は今の状況を考えると売ってしまうのも仕方ないかなと思ったんだけど、ルナフレアの遺品の一つだからね。後ろに部下が4人並んでいると思うけど、一番右側の子には魔法薬の管理を頼んでいるわ。申し訳ないけど予算が不足していてね、ただで支給はしていないの。右から2番目の子には舞台の衣装の管理を頼んでいるわ。今は多分着替えるものもないと思うけど、衣装が手に入ったら彼女に頼んでみて。右から3番目の子には兵士の派遣を任せているわ。以前行った場所でもう一度行きたい場所がある場合、あの子に頼んでみて。右から4番目の子は資産の管理をしてもらってるの。彼は共和国の別部隊から派遣された子でね、私もあまり細かく何をしているのか知らないのだけれど、ちょっと怪しいところもあるんだけどね。彼、まあ、気になるなら話しかけてみるといいわ。いつも通り、新規の依頼は私の方で管理しているから、私に話しかけてもらえれば、新しい依頼を渡すわ。早速だけど、
フレンに頼みたい依頼があるから、準備ができたら私に声をかけてもらっていいかしら。わかった。ありがとね。どうした、フレン。あら、ライネス、まだ生きてたのね。ラインハルト兵はちゃんと仕事してるのかしら。フレン、言っていい冗談と悪い冗談の区別ぐらいつけたらどうだ。はいはい、申し訳ありませんでした。まったく、俺やお前がラインハルト兵に遅れを取るとは思わないが、数の差は大きい。いつ命を落としてもおかしくない状況にあるんだぞ。そうね、リンデに聞いたところ、兵力差が2倍はあるそうよ。2倍ね。そうみたいよ。そうか、まあいいだろう。ここに魔導書がある。これをくれ。どうしたの急に。もらえるものはありがたくもらうけどね。これから忙しくなりそうだからな。俺は魔法が使えないが、フレンには役に立つだろう。ありがとね、助かるわ。ところで、なんでライネスって魔法が使えないの？勘違いしているようだが、魔法が使える人間の方が少ないぞ。才能があり、なおかつ修練をした者にしか身につかないものだからな。私は本を読んだだけで大体使えるようになったから知らなかったわ。才能があるんだろうな。それに甘えて修練を欠かすなよ。考えておくわ。準備は大丈夫？準備は大丈夫かな？今回フレンにお願いしたいことは、ミーシアの森の調査ね。うちの軍に武器を輸入してくれている商人ギルドがあるんだけど、最近そこからの積み荷が破壊されることが多いみたいなの。破壊？ラインハルト帝国に奪われたのではなく、破壊なの？そう、破壊。確かにミーシアの森にはラインハルト兵や盗賊もいるみたいだけど、人以外に破壊された形跡があるのよね。なるほど、その異変を調査してくればいいのね。そういうこと。フレンは炎の魔法が得意だったと思うから、森の奥は調査しなくていいわ。街道を一通り見てくれれば大丈夫よ。ミーシアの森には加護があるとはいえ、派手に炎魔法をぶつけて森林火災とか困るから、森の奥は別の部隊に調査をお願いしてあるわ。別の隊員？ああ、あいつね。わかった、そうさせてもらうわ。それじゃあ、行ってくる。さてと、調査を開始しますかね。情報もないし、とりあえず道なりに奥まで行ってみましょう。それで不審なものがあったら、その都度対処していく感じで行こうかな。うん、そんな感じで行きましょう。
球。炎よ。豪華球。トウ！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 
悪いけど退治させてもらおうかしら。これで後々計画の邪魔になりそうなものは排除できたな。フレンの方は大丈夫だろうか。いや、この程度で終わってしまうようならそれはそれで良いのかもな。俺もそろそろ覚悟を決めないとな。くじけるなよ。報告、ミンシアの森に巨大な蛇がいたわ。まあ簡単な調査だったからついでに駆除しといたわ。あら、ありがとう。やっぱりそっちもそうだったんだ。そっちも？森の奥にも蛇が5匹いたな。誰かさんみたいに簡単ではなかったが、もちろん全て退治させてもらった。フレンより1時間ほど前に帰還して、蛇に関してもリンデに報告済みだ。うえ、やっぱり森の奥の調査に行ってたのはあんただったのね。あらあら、相変わらず2人とも仲良さそうね。え、そう見える？リンデのメガネって何のためにかけてるのかしらね。お前がバカなことをしないか見張るためだろうな。あと、リンデは上司だ。
もう少し口の聞き方をわきまえたらどうだ。はいはい、いちいちうるさいよ、嫌になっちゃうわ。二人とも仲いいのはいいけど、あんまり立ち話してないで休憩でもしてきたらどう。はあ、わかったわ。お言葉に甘えさせてもらって、私は先に休ませてもらうわ。ライネス、フレンのことが好きだからってあんまり意地悪しちゃダメよ。おいおい、勘弁してくれ。俺が好きだ、あ、いや、憧れだろうな。俺が憧れたのはあいつの母親だったルナフレア様だけだ。素直じゃないね。でも今はその方がいいのかもね。ねえライネス、今度は守ってあげようね。言われるまでもない。この命に代えても守ろう。お前こそ覚悟はあるんだろうな。当たり前でしょ。フレンはまだ分かってないだろうけど、ラインハルト帝国との戦力差は歴然ね。うちが負けるのも時間の問題。でもそれを聞いて安心したよ。